ゃ見えないよ、うん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。それでは時間になりましたので、今からですね、幅のついた丸ごとタイムを始めていきたいと思います。今日はですね、この幅の追加丸ごとタイムが終わり次第、引き続きですね、幅の持ち帰り体験を行います。お一人様100円でキャベツを2切れですね、幅さんに、あげることでいきますので、もしよろしければですね、引き続きご参加ください。はい、それではですね、まずは幅さんの紹介からしていきたいと思います。現在この長崎バイオパークには全部で4頭の川さんが生活をしています。この4頭という数はですね、日本で一番多い数になります。おまずですね、こちら、左側の手前に来ている2頭のですね、うちのこっち手前のちょっと丸っこい方ですね、こっちにいるのが、ももちゃんというメスのカバです。ももちゃん、ももちゃんはですね、日本で初めて人工保育、人間の手で育てられたカバさんです。小さい頃ですね、ももちゃんが、生まれてすぐの時ちょっとですね、体調が悪くて、飼育係がですね取り上げて、人工保育をしました。なのでですね、小さい頃水に入る機会が少なくてですね、ももちゃんはカバなのに、全く泳ぐことができませんでした。それでですね、泳げないカバとしても有名になりました。今ではですね、もう泳ぎの特訓をして水の中上手に泳げるようになっています。そしてももちゃんの隣にいるこっちのカバですね、こっちにいるのが、デメーター君というオスのカバです。デメーター君はですね、ももちゃんのお婿さんとして、2年前かな、3年前かなに、王子動物園から、やってきました。デメタ君ですね、まだ、3歳ですね。でももうももちゃんと同じぐらいの大きさまで大きくなりました。バイオパーク来たばかりの時はですね、まだちっちゃかったんですけど、もうですね、これぐらいの大きさになりました。オスなのでまだまだこれからですね、大きくなっていくと思います。